待ってました、ブラサム先生。お疲れ様で、よし今日から英語の授業やってくぞ。英会話だつってもな、先生はネイティブじゃないからな。先生は20代の時アメリカに留学してたんだよ。だから日本人が努力して覚えた英語だ。 Do you understand? Yes! OK! Good, good, good. まあでも英語教えるつってもよ、今更なんか文法とかTOEIC 英語とかやったところで、あの辺の熱英語とかに負けるだろ。もうあそこレッドオーシャンじゃん。だから今日は文法とかじゃなくて、英語を話したい君が絶対に知っておくべきこと、これを教えてやる。先生がストリートの生の英語フィールドで戦えるようにお前らを鍛えてやる。題して精神論イングリッシュ。これだ。一つ目、目力。これな、かなり大事だぞ。日本って相手の目をガン見しないのも礼儀みたいなとこないか。コンビニの店員とか、宅配便の配達員とのちょっとしたやりとりの時とか、もうほとんどお互い視線合わせないことが多くないか。それが積もりに積もって、英語喋る時もその癖が出てる日本人が結構いるんだけど、英語喋るときは相手の目を見てしっかりアイコンタクトしながら喋んないとダメだぞ。アメリカ人の目力ビビるぞ。先生がニューヨークで学校行ってたときに、校内にこんな奴がいたのよ。これ俺絶対にこいつ役やってんだと思って、ポリスに通報したのね。ただしばらくしたら、どうやら奴はシラフだってことに気づいて、ただ単純に目力が強い奴だったんだよね。だからもしお前らも、こういうアメリカ人見ても、絶対に通報しちゃダメだからな。二つ目、発音。正直、発音はかなり大事だと思う。Pronunciation is very, very important. Do you understand? 例えば YouTube とか見ててよ、コンテンツ自体はいいのに、音量が小さかったりとか、なんか途中でブツブツノイズが入ったりすると、もうその時点で見る気なくすじゃん。英語もそれと一緒で、発音が悪いと、相手がこっちが何を言ってるかを聞き取る努力をしなきゃいけないから、すごいストレスになっちゃうのよ。単語とかを勉強するのと同じ熱量で、発音も練習しよう。三つ目、可愛さは武器。先生の知り合いに日本在住のニックっていうアメリカ人がいるんだけど、こいつがもうホームラン級のバカでな。でも唯一ニックの尊敬するとこがあって、こいつ失敗を恐れないんだよね。だからこいつ日本語ネイティブじゃないんだけど、今じゃその辺の日本人よりも日本語を喋れるし、しかも面白いんだよね。何年か前、別の日本人の知り合いと、このニックがお互いの奥さんのことを会話してて、で、先生それ聞いてたんだけど、この知り合いがニックに聞いたんだよ。俺んちカカア殿下だから、もう奥さんの CD に敷かれっぱなしなんだよ。嫌になっちゃうよ。ニックんちはどう？そしたらニックは言ったんだ。そう、俺結構 CD で座られるの好きだよ。あれ気持ちいいじゃん。どうやらニックは、CD に敷かれるって言葉を、顔の上に CD で座ってもらう夜のプレート勘違いしたんだ。おい、それって、顔面記者だ。この中はシャッターファックアップ。でもよ、今のニックのエピソードとかちょっと可愛げがあるだろ。もちろんその場は笑いになったし、先生がこうやって一生使える面白いエピソードにもなってんだ。つまりセカンドラングイッジはネイティブじゃないがゆえに可愛さがあるんだよ。大人になって可愛さがあるって武器だからな。これ英会話勉強する上で胸に刻んどけ。最後4つ目、自信。もう最後、ここ、もう今日これだけでいいってぐらい大事なことだな。じゃあ、ミスター亀山、can you speak English? No, I cannot. Okay, excuse me. Well, what is your name? What's your name? My name is、uh-huh. タトル亀山。おい、亀山。お前、英語喋ってんじゃねえか。もしアメリカ人だったらな、ありがとう、こんにちは、東京、この三つの言葉知ってるだけで、ドヤ顔で、俺日本語ペラペラですって言うんだよ。あいつらの図太さ舐めんじゃねえぞ、おい。日本人は変なとこで謙虚すぎるんだよ。お前ら小中高と嫌々ながらも英語勉強してきただろ。 J-POP の歌詞とか無駄に英語ばっか出てくるだろ。お前らもう英語喋れるんだ。逆に、いつになれば日本人は英語喋れるって思うんだよ。もう基準を教えてくれ。今日、今、この瞬間から、英語喋れないって思うのやめよう。 OK, everybody stand up. 1, 2, 3, go. I can speak English. Come on. I can speak English. One more time. I can speak English. I can speak English. I love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  English. Okay, I love English. Alright, thank you very much. お疲れ様です。